皆さんこんにちは、荻上智紀です。今日は概念の力について話してみたいなというふうに思います。皆さんも日常の中でいろいろな概念を知ったという経験あるんじゃないでしょうか。そしてその概念を知ったことによっていろいろな気づきを得て、あるいろんなことが整理されたというようなこともあるのではないでしょうか。例えば日常の中で様々なコミュニケーションを重ねます。そのコミュニケーションの中で抱いた違和感に名前が付けられた。あ、これはハラスメントだったんだ。そうしたようなその言葉が与えられることによって、自分の人生を振り返ったり、自分の日常を整理したりすることができたりしますよね。最近の日本語圏での発明ですと、毒親というような言葉が発明されましたよね。毒のある親、毒になるような親。親というのは子供を愛し、子供を成長させるとても大事な存在なんだというような社会規範というものがあります。しかしながら実際には子供の成長というものは妨げたり、子供の今後の人生に対して悪影響を与えたりするような親というのも存在する。そうしたようなその親というのもあって、その親から距離を取ってもいいんだということに多くの人たちが気づいたからこそ、この概念というのは広がっていった面があるわけですね。こうした概念というものに気づくということは、いろいろな私たちの人生を拡張してくれる、自分たちの人生の生き直しであるとか、選択の形というものを進めてくれるような、そうした役割というものがあります。最近例えば、よくウェブ上で話題になるような概念。例えば、マンスプレーニング。これは男性的な説教というような言葉でしょうか。マン、男性を意味する言葉と、エクスプレーニング、説教を意味する言葉。こうしたの言葉を付け合わせた、掛け合わせたカバン語ということになります。このマンスプレーニングというのは、レベッカ・ソルニットという方が作った言葉で、彼女の本、説教する男たちという本の、一つのキー概念にもなっているわけですね。レベッカ・ソルニットという研究者がいました。その研究者があるパーティーに参加をしていたところ、年上の男性から話しかけられてきた。自分の研究分野はこういったものですよというような自己紹介をしたら、その分野については最近こういった優秀な本が書かれてねというような、そういったような話を延々と話し出す。で、そのレベッカ・ソルニットと同席をしていた同僚が、いや、それは彼女の本ですよって3回言うまで、その相手の男性というのは、その話を一体誰にしてるのかということを気づかなかった。というエピソードが紹介されているわけですね。何かしらの説教罪といいますか、アドバイス罪といいますか、そうしたことを日常的に行っている、そうしたようなその日常行為というものが、特に高齢の男性から若い女性に向けられて教えてあげるというような一方的なコミュニケーションで振る舞われるということがある。そうしたものを気づかせてくれるような言葉だったんですね。最近日本で話題になっている言葉で言えば、カラリズムという言葉がありますよね。カラリズムそのままの言葉で言えば、色、中心主義、色主義ということになるでしょうか。これはどういったことなのかというと、例えば人種によって様々な色が分かれている。なので、黒人に対する差別であるとか、アジア系に対する差別は良くない。そうしたの悲しい。要は、レイジズムに対するノーというのは様々なところで共有されていたりするわけですね。ところが、一方で、それぞれの国や、それぞれの人種、それぞれのコミュニティの中でさえ、様々な色に対する判定というものが行われたりするわけです。より黒い方が美しいのか、より黒くない方が、例えば中途半端なのか、そうしたような、例えば分別というものを行ってしまえば、それは多くの人たちというものを退けてしまう、排他的になってしまうような行動にもなるわけですね。日本でもこうしたカラリズムというのは存在しますよね。例えば色白というのは美人であり清楚であるであるとか、色黒であると活発であるとか、その色に合わせた様々なイメージ偏見というものが存在したりするわけですよね。こうした偏見というのは、例えばそのセクシャルなイメージなどと結びつくと、白の方が清純で、黒の方が例えば遊んでいるであるとか、あるいはそういったようなそのイメージというものを男性性にこう組み合わせていくと、黒の方がある種男らしいであるとか、白の方が例えばその青白きインテリで頼りなさそうであるとか、その色にまつわる様々なステレオタイプというものが私たちの社会にあるということに気づかされるでしょう。そうしたようなカラリズム、要は私たちは様々な色にどんなイメージを見出しているのか、それが主に人の肌の色などの特徴とどのように結びついて、どのような偏見や攻撃というものを生んでいるのか、そうしたことに気づかせてくれる概念でもあります。先ほどはレベッカ・ソルニットの話を出しました。私はレベッカ・ソルニットの本が好きなんですけれども、そのレベッカ・ソルニットの本の中でこういった本があります。それを誠の名で呼ぶならばという本なんですね。これはどういうことなのかというと、概念を作ることの功罪の話を丁寧にこう整理していくエッセイなんですね。例えば冒頭で様々な例というものが紹介されています。例えば、ノーマライゼーションであるとか、ホワットアバウティズム、
そっちこそどうなんだ主義であるとか、こうしたの言葉を作ることによってさまざまな不当性に対する反論などができるようになってきたり、あるいは何を社会的に求めていけばいいのか、そうしたある種の名指しというものが可能になったというような良い例というものをレベッカ・ソルニットも紹介している一方で、例えばブッシュ政権が拷問のことを強化された尋問というふうに言い換えたりであるとか、あるいは人々に使う言葉、ニュースが誰かの行動について様々な表現をする際のバイアスがあるということも言っているわけですね。白人の子供たちがたむろしている、一方で黒人の子供たちはごろついている、そのような仕方で表現を分けながら私たちは様々な概念というものを使っている、その概念の覆い隠しているもの、あるいはその概念の誤った定義、そうしたものが人々のコミュニケーション、人々の議論というものを間違えた方向に誘導してしまうということも起こり得るわけです。どの概念が正しくて、どの概念が正しくないのか、どの概念が腑に落ちて、どの概念は違和感があるのか、そうしたような概念に対する距離感というのも、実はその人の当事者性、属性、考え方、思想性というものも炙り出したりするわけですね。私たちはこれからもいろいろな概念と出会っていくことでしょう。その概念というのは、社会を拡張し、様々な発見を与えてくれる一方で、様々な事実を隠してしまう言葉なのかもしれません。そうした言葉を時には捨て、時には選びということを私たちは繰り返していくわけですね。そうした概念の力、今度の概念というのはどういった力を持つものなのか、そうしたものを見極めながら、あるいは考えながら言葉を選んでいくということも大事になると思います。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。